ベンビ君とギボ先生。ハイサイ。ハイサイ。ハイサイ。ベビさん。はい。三振。はい。もっと上手くなりたいですよね。なりたいですよ。行きましょう。はい。寝ても覚めても三振ばっかり私。ガンガン行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。前回ね、はい、いろいろ三振の、うん、まあ抑えるポジションなんかも、はい、やりましたけど、まあ、その音の高さをちょっと説明してなかったなと思いまして、三振のその基本のチューニングをどうなってるんですかっていう質問を結構受けるんですよ。はいはい、三振という楽器は決まったその高さっていうのはなくて、その男性なら男性のキーに合わせて、はい、女性なら女性のキーに合わせて自由に上げ下げができます。3本の音程さえしっかり揃えていれば高くても低くてもいいですね。ああ、そうなんですね。はい、で、男性が歌う場合は、まあ、今回今日その、高さなんですけど、ウージルがドですね。ドで、真ん中の中汁がファーで、下のミー汁がドー、同じドなんですけど1オクターブ高いドですね。では、細かく音を言っていくと、アイがドで、オツがレー、はい、聞いてみましょうか。はい、じゃあ、アイ、はい、ドオツレロミで、真ん中に移って4回表現。ファジョソナカラで、次の尺はちょっとだけドレミファソラシのシからはフラットするんですけど、一応尺シで、一番下のドこんな感じで、チューニング今日やっております、はい、ただ女性が弾く場合はどの音をまた1音下げたり、またさらに下げたりして弾くことも多いですね。で、女性の場合は女性の場合って声高いのになんで下げるのと思うじゃないですか。あ、そうですね。女性の場合は、はい、三振の音を下げてその1オクターブ上で歌を歌うんですよ。なのでもともと男性が使ってた楽器なので、はい、男性の高さに合わせてやってますけど、女性も弾く方最近多いです。上手な方も多くて、そのチューニングの時に聞かれるのは、その男性、女性がする時は下げて1オクターブ上げて歌いますよ。さあ、はい、前回の復習ちょっとやってみます。やりましょう、やりましょう。次はランダムに僕が行ってきますんで、その音をちょっと見てからですか。じゃあ、ジョーを出してみましょう、せーの。じゃあ、ロック出してみましょう、せーの。中指、そう、はい、次、じゃあ、オツ、せーの。もう一回、オツ、せーの。そう、印をきれいに押さえてくださいね。三振はフレットがない、もう押さえるのに印しかないので、うん、その、ずれたらすぐ分かります。ギボ先生クラスになると、もう1ミリでも分かります。厳しいですね。そうです、もう一回いきましょう。はい、オツ、せーの。4、せーの。7、せーの。5、せーの。尺、せーの、うん、いいですね。ベンビさん上手です、めちゃくちゃ。いや、ありがたい話です。素敵ですね。3000曲歌える男ですから、まだですけどね。これから内包してます。で、はい、その沖縄の歌もね、はい、多分弾きたいと思いますし、はい、ゆくゆくは教えしていこうと思いますが、まずですね、うん、最初に教える曲で、はい、童謡曲いきましょう。いきましょう。他なんかやりたいことあります？いや、もう一個も早く成長したね。今もこれ弾けたんで曲いきましょう。そうそうで、うん、結局、はい、まあ、もちろんこのもう10個は11個か暗記してもらいたいんですけど、はい、その今指使い、はい、指使い、7の音が小指とか、はい、教えていくと思うんですけど、別の指でその場所を、はい、押さえちゃったりする人も多いんですね。うん、はい、なので、オツ、ジョー、ゴは必ず人差し指で。今はね、押さえてください。で、ロー、中、6は、中指、あ、ロー、中、そこ6かで、尺7は、小指でと今は覚えてください。はい、さあ、で、アイ、オツ、ロー、この辺をちょっと今日使った動揺をいきたいと思います。はい、アイ、オツ、ロー、4、うん、ここもちょっと連続でやってみましょうか。はい、一定のテンポで、はい、1、2の3、はい、アイ、オツ、ロー、4、あ、いいですね。アイ、オツ、ロー、4、はい、ゲロゲロ、ゲロゲロ、カエルの歌だ。はい、ヒロシニーニーの歌じゃないですよ。ヌー、ヒロシニーニー。
僕のネタあんまり分からない人が多いから僕が言ってます。アイオツロー4ローを伝えてね、せーの、アイオツロー戻って、ロー、オツ、アイで、次はロー4上中上4ロースタート、はい、ロースタートですね、はい、ロー4上中上4ローをちょっと、テンポよくやってみましょう、はい、間違えた方がいいです、はい、1ロー2の、はい、ローから3、はい、ロー4上中上4ロー OK いきましょう、1、2の3、はい、ロー4上中上4素敵。じゃあこれを最初の「アイオツロー4ローを伝えるとくっつけていきましょうか、はい、はいはいはい、12の3、はい、アイオツロー4ローオツアイヤスミローからロー上中戻る上4来ましたね。おー歌だ、聞こえてくるよ、聞こえてくるよで次はあのグワグワグワ簡単です。あい休み、あい休み、あい休み、この4回ですね、はい、休符を入れていってください。あい、はい、うん、あい、うん、はい、ここまでちょっとやってみましょう、はい、あ、最初から、あ、ゼロ、四、最初から、おお、一、二の三、はい、アイツロ、四、ロ、アツ、アイ、休み、ロから、ロ、四、上、中、上、四、ロ、休み、アイ、休み、アイ。ゲロって言いたくなりますね。言いたくなるの。ここまで来た。もう全部ちょうだい。今日も全部ちょうだいよ。ごごごごちょうだい。じゃあまた来週。あ、俺はね。ちゃんとやりましょう。最後でやりましょう。ゲロゲロはですね、はい、テクニカルに楽しくいきましょう。ゲロゲロは、はい、三振という楽器は、基本的にその今弾いてもらったり上から下に弦を弾くんですけど、ちょっとアップストロークというんですかね。下から上にこう弾く奏法をちょっと使って、アイアイ、そう、アイアイ、オツオツロロ、ヨンヨンロ、オツアイで、このゲロゲロ感を出していきましょう。こうするとゲロゲロ感が出ますよね。確かに出てますね。ゲロゲロゲロゴッコ、そう、ちょっとやってみましょうか。はい、3、はい、アイアイ、オツオツロロ、ヨンヨンロ、オツはい、おじゃあ、あと最初から続けて通してやってみましょうか。はいはい、ごわごわごわ、はい、ごわごわ、いきます、1、2の3、はい、アイオツロヨンロオツアイヤスミロヨンジョマルジョもっと間違っていいですよ。じゃあちょっと最後歌ってみましょうか。おお、歌ってみましょう。まあ、三振に終始僕が一応優秀に歌うので、はい、なるべく三振間違い ないように、まあ、歌ったら歌を歌ってみてください。1、2の3、はい、カエルの歌が聞こえてくるよ。
いやー歌った、これはもう素晴らしい、歌った、さすが龍大。いや龍大も関係ないですよ。まあ今なちょっとあの YouTube の多めの曲ですけど、はいはい、まああのこの辺もね使ってまた曲もやっていきたいですし、あの沖縄の歌だけじゃなくて結構そのクンクン詩が読めるようになれば、あのそういうあの童謡とかのクンクン詩の、はいはいはい、あの本も出ますし、もちろん沖縄の民謡もこれが弾ければ弾けていきますので。ちなみにその義母先生、はい、ウェンビー君と義母先生のタイトルでこう、はい、タン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 ってやってるじゃないですか、はいはい、これもあの組み合わせこれでも弾けるんですけど、アイコー中尺コーですね、アイコー中尺コー、これをよくタン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 、アイコー中尺コーってやってみたら弾けます。というとやってみます、せーの、そう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 、おお、あいこ中尺こなんですよ。ちょっとこう跳ねる感じでタッ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 タみたいな。せーの、よ。ああ、ちょっと待って、できるできるできる。ちょっと待って。いやいやいや、どんどん教えてください。おお。最後じゃあこれちょっとさよならコールしましょうか。ああ、はい、わかりました。せーの、ベンビー君と義母先生、バイバーイ。あー、決まりました最後の。